下り線から駅を見る駅に入線改札口ホーム、キツネヶ崎駅は、静岡県静岡市清水区上原にある、静岡鉄道静岡清水線の駅。駅番号は S12。ホームは一面二線の島式ホームで、橋上駅である。出口は一つ、エレベーターが二基ある。新規を見ず方に非常用の上下渡り線が、設置されている。 これは後日の狐ヶ崎アングランドへの乗客輸送のため、かつて同駅発着の臨時列車が設定されていた当時の名残である。かつては短式ホーム一面、島式ホーム一面の二面三線構造ホームで、短式ホームは多客混雑時に運行された当駅折り返し臨時列車用ホームであった。その後遊園地が閉園し、 臨時ホームと線路が撤去され、駐輪場となったが、現在も運行障害時の際折り返しができるように、渡り線は残されており、2011年10月1日のダイヤ改正で使用が開始された幕には、新静岡狐ヶ崎の行き先が新たに追加された。乗り場、静岡市頭継所によれば、2018年度の1日平均乗車人員は2737人。 校舎人員は2609人であった。この上皇人員数は、静岡清水線全15駅中4番目である。なお、同統計によれば、近年の上皇人員は、以下の通りである。狐が、先は本来、鎌倉幕府創設に貢献した、梶原景時とその一族が鎌倉からのお手に、殲滅された地である。現在の青い区、河合付近の名称であった。 鎌倉御家人の吉光友賢が陰時の三男、陰持を討ち取った、備中青枝目次の立は、名刀、狐ヶ崎と呼ばれる。友賢は、翌日に、戦勝死したが、子孫の秋国人吉川氏、さらにその家系を散脱した、毛利文家級岩国藩主吉川氏の下で、伝来の家宝として、小白井ともども管理され、岩国市の吉川資料館で保存されている。 刀身、小白絵とも国宝に指定である。刀身は、いかにも、平安末から鎌倉前期らしい、ふん張りのついた、見事な元ぞりの刀姿と、小青絵らしい、澄んだ、自家人と地肌が特徴で、美術的価値を高く評価されている。小白絵は、原平期から鎌倉初期の武士の刀層のあり方を示す貴重な、歴史的資料である。現在の駅名は、 この静岡ゆかりの巧妙な刀剣にちなんだ、狐ヶ崎ヤングランドに由来するものであり、駅周辺地域の本来の名称は、上原である。1908年に、上原駅として開業。1927年、狐ヶ崎ヤングランドの前身である、狐ヶ崎遊園地が開園した際に、遊園前駅に改称された。この時に、静岡鉄道が、 狐ヶ崎遊園地の CM ソングとして、北原白州に作詞を依頼をし、民謡研究家の町田啓生の作曲で出来上がった、新民謡、チャッキリフ氏の発表が、狐ヶ崎遊園地で行われた。遊園地は1967年に一旦閉園。翌1968年に狐ヶ崎、ヤングランドとして再開したのに合わせて、駅名も、狐ヶ崎ヤングランド前駅に改称した。 駅名は、その後1980年代後半頃に、狐ヶ崎駅に改称され、1993年に、狐ヶ崎ヤングランドも閉園となった。かつては、遊園地へ向かう、行楽客のために同駅を発着する臨時列車も設定されていたが、後に廃止となっている。そのために、駅舎側にも一面対向式ホームが、 存在していたが、廃止とともに、レールが撤去され、現在は、同駅駐輪場の土台として残存している。なお新清水側に、同駅の臨時ホーム発新清水方面域の列車が、使用していた渡り線が、今なお残されている。狐ヶ崎ヤングランドの跡地は、ジャスコ清水店となったが、同店3階に作られたボーリング場は、現在も、 キツネヶ崎ヤングランドボールの名称で営業している。1999年、全面改築し、バリアフリー化された。また、中部の駅百選にも選ばれた。1996年3月31日、以前のダイヤにおいても急行停車駅であった。静岡鉄道 S 静岡清水線通勤急行、急行、普通五門台駅キツネヶ崎駅桜橋駅。 静岡市統計所静岡市、ありがとうございます。